<laughs> <laughs> ということであの、うん、岸瀬さんがどれぐらいの素晴らしいお料理いつも作られているのかっていうそのあたりのお写真も実は送ってきていただいておりますので <laughs>、はい、ご覧になっていただきましょうこれはちょっとこの日のために少し品数多くしてますんで <laughs> あれなんですけれどもそうですね子供にはなんかちゃんといっぱい食べさせてあげたいなという思いもありましてでお料理も好きなのでいつも。 お料理の写真が綺麗に撮れないないっって思って思たんですねそれでこのコマーシャルの撮影の日にあのスタッフさんに聞きまして「どうやったらお料理の写真綺麗に撮れますか美味しく撮れますか?」って聞いたらそのお料理モードみたいなものがあって簡単にそれ,それを知っていれば簡単にこの写真が撮れたんですよ。知らなかっったのでちょっとすごくいつも うん苦労してたんですけどこれを知ってからは本当に色鮮やかですし美味しそうに撮れますしで私の好きなその手前にピンがあって周りがボケるっていう写真が <laughs> 簡単に撮れるんでですすよね本当その通りですよね今自分で見てても美味しそうと思いますもん <laughs>。えー 今おっっししゃっていたただきましたスペシャルシーンモードという中に料理を撮影するためのモードというのがあってこれを使っていただいたということで本当に簡単にプロ並みの写真が撮れてしまうこんなに綺麗な美味しそうな写真が撮れるともっともっといろんなあんな写真、こんな写真撮ってみたくなりますね。なりますね本当にあの プロになった気分と言いますか、いろんなパターンで撮りたくなりますし、こうアングルもいっぱいこうやったり、こっちの角度からとか、すごく楽しくなります。うん、ありがとうございます。本当にこうカメラが苦手ってこう初心者のママさんにもね、綺麗な写真を簡単に撮って、ねうん、いただけるということでございますね。さあ本当にあの素敵な写真をたくさん撮ってきていただいて、岸さんありがとうございます。いいさあちなみにですね、このイオスキス X8I なんですが。 イウスキスシリーズでは初、Wi-Fi にも対応しております。はい、はい。ブログツイッターなんかもよくお写真あげられていらっしゃいますよね。えー、そうなんですね。私もブログとかツイッターやってますので、あのこういう機能がついているってことはすごくいいことですよね。私もあのこれからつないで、あのいい写真をブログやツイッターにあげられたらいいなっていうふうに思ってます。 もうたくさんのファンの皆さんそれ楽しみにしていると思います <laughs> 頑張ります <laughs> いつも素敵なお料理の写真とかもね、載せてらっしゃいますからはい期待したいと思います、はい、さて、えー、今回ですねキッセさんのように子育てとカメラを楽しみたいママへのヒントがいっぱいの、えー、あるものがございますのでちょっとご紹介をさせていただきたいと思います アエラ・ウィズ・ベイビー特別選手の子育てカメラブックというものでございます。皆さん、本日お手元のプレスキットもご用意させてこの中にもご用意させていただいておりますので後ほどご覧になっていただきたいと思いますけれども実際にお子さんを持つ3人の現役ママカメラマンが子どもとの成長記録の残し方をですね詳しく分かりやすく優しく教えてくれているというブックになっております。吉瀬さんいかかがですかこちら いやー、本当に素敵な写真がいっぱいあの載ってますし、簡単にね。あのこう使い方がわかると言いますか？説明書、取り扱説明書と一緒にこれもあると本当に便利だと思います。ありがとうございます。うん、じゃ、そんなあの、岸瀬さんも感動したお写真っていうのを見てみて、ね、えー、きたいと思います。けれどもはい。はい 可愛い,いですね、目顔も <laughs> ね、子供たちの表情が生き生きとして残したい瞬間、ね、まさにそんな瞬間をまっきりとってますよね、えー、お弁当も美味しそうに見えますね、えー、本当にこんなお写真撮りたいですよね、はい、ねえ、撮りたいですね、うん、でも撮れるんですよね <laughs> 撮れるんですはい。<laughs> <laughs> さあということで今ご紹介いたしましたこのキヤノンイオスキス XH-I で毎日がもっと楽しくなる子育てカメラブックこちらは今回イオスキス XH-I ダブルズームキット2万台限定の購入特典としてプレゼントするというキャンペーンが行われますぜひねお早めにこちらご希望の方はねゲットしていただきたいですねそうですねはい2万台限定でございます。 さということでございまして岸田さんにもっともっといろいろなお話をお伺いしたいところなんですが、はい、残念ながらお時間ということでございまして、はい、えではあの今日本当にたくさんのプレスの皆様方お集まりいただきました最後に一言メッセージをお願いいたしますはい、はいえー、私の娘ももうすぐ2歳になりますのであのこのイオスキスを使っ で、えー、ママに優しい機能もたくさんついてますのでいい写真を思い出を残したいと思います本日はどうもありがとうございましたお忙しい中ありがとうございましたヨスキスコミュニケーションパートナーキッセミシコさんお招きをいたしましたどうぞ皆様最後にもう一度大きな拍手でお送りください